いやどうしましょうか。他の人どんな感じなんだろうね。分からん。いや暴れるやついるだろうな。やばいっしょ。で、あるからして。いや、なんですか野田さん。そんなん大学の教授でも言わないですけど。てか企画どうしようか。まあね、こうやって話せるって言ってもね、やれることに限界あるからな。そうですね、うん、集まってなんかやるわけにはいかないですし。まあね、ごめん、ちょっと全然関係ないんだけど、カズマくん太った？何言ってんさ。いや、なんかここ最近思ってたんだけど、太ったよね。太ってないし。いやまあ最近家にいるからしょうがないよ。自粛期間でね、食べる期間も多かったし。だから全然太ってないって。だって体重とか20代前半の頃から変わってないからね。逆だよ。だって全然運動してないのに若い頃と体重変わんないの、なんで？なんで？いや、だから筋肉が落ちて脂肪になってるんですよ。脂肪とかねえし、大地若えし。ね、僕もうすぐ31歳でしょ。その年はね、世間ではおじさんって言うんだよ。しゅちゃん、野田さんにね、そんな現実叩きつけたらかわいそうだよ。だよお前ら、お前らだってアラサーだろうが。おい、じゃあ腹筋見せてみろ。腹筋、お前たるんだ鼻見せてみろよ。だよ、もういいよ。もう腹筋してくれよ。もう俺もやばくよ。泣くなよ、痩せりゃいいじゃん。自分でも分かっているんだ。でもやめられないんだ。うわぁ、世界丸見えとか仰天ニュースのインタビューみたい。でも俺筋トレとかしなくても筋肉つくんだよね。ほら、もうその時点で僕とは違うじゃないか。わかったわかった、ちゃんと調べるからさ。そうだな、もうすぐ芸能の仕事も再開するだろうから、じゃあ1ヶ月で無理なく痩せられる運動メニュー考えるよ。でもね、食べ物わかんないから。あ、じゃあロコ栄養管理よろしく。え、俺？いや、何のために国立大学出てんだよ。栄養学は学んでないよ。調べてくれよ。ほら、その辺のこと詳しい友達とかいるでしょ。お前はさ、こんなリーダーは哀れだと思わない？そうだね。それにさ、これは6月の企画動画になる。題して、まだまだ間に合う夏プールまでの30日間ダイエット。いや、これ伸びるぞ。そっちが本心でしょ。よし、決まった。カズマくん、ロカも協力してくれるから頑張って、以前の引き締まった体を取り戻そう。ありがとう、二人とも。僕頑張るよ。でも、ダイエットって言ってもどうするの？とりあえず食べないで走ればいいのかな。うん、それ一番やっちゃダメだね。リバウンドの元だから。それに、初めからそんなに飛ばしたら続かないからね。そう、大切なのは少しずつ慣らしていって、ダイエットを生活習慣として取り入れること。歯磨きみたいにやらなかったら気持ち悪いみたいにね。なるほど。最初のうちに過度にやるから嫌になって三日坊主になるのか。そう、ダイエットは精神論じゃなくて科学的にやるんです。ダイエットは科学。名言だね。食事はどうするの？30歳、175cm、70kg の一般男性の平均基礎代謝は、筋肉量によって多少誤差はあるけど、1670kcal と言われてます。女性だと30歳、160cm、54kg で、1320kcal。基礎代謝？基礎代謝っていうのは、その人が生きる上で何もしなくても消費するエネルギーのこと。寝てても内臓も筋肉も動いてるからね。そして、日常で仕事や通勤、立ち座りの運動をプラスして、1日に消費するカロリーを総消費カロリーって呼ぶんです。さっき言った男の人だと2560キロカロリー、女性は2000キロカロリー。つまりは総消費カロリーを食べたものが上回ると太るってわけだ。じゃあ食べなきゃいいわけだ。うん、話聞いてた。基礎代謝があるでしょ。何もしなくても減るカロリー、つまり生きる上で絶対に必要なエネルギー。そっか、それを最低限入れないと死ぬか。ダイエットに効果的とされているカロリーは、総消費カロリー引く摂取カロリーイコールマイナス700キロカロリー。このマイナス700キロカロリーを毎日達成できれば1ヶ月で3キロ痩せられる計算になります。ちょっと待てよ。男性はともかく、女性は総消費2000キロカロリーから700引くと1300キロカロリー。基礎代謝の1320キロカロリーを下回るじゃん。そのための運動だよ。
あくまで総消費は普通の日常を過ごしているカロリー消費、そこに運動を加えると総消費カロリーが増える。おすすめはウォーキング。少し早歩きのウォーキングでも1時間すると300キロカロリーは消費できる。つまり総消費カロリー2300-700キロカロリー=1600キロカロリー、1食500キロカロリー食べてもお釣りが来る。500キロカロリーって言えばお好み焼き1枚、天ぷらうどんも食える。残った100キロカロリーでゼリーやヨーグルト、フルーツだって食べられる。おお、現実的。これがダイエットの秘訣。ダイエットに失敗してしまう人は必死に食べないことだけをやってしまう。さっきも言ったけど、食べないだけじゃ基礎代謝の関係上必ず体調が悪くなる。とりあえずカズマくんはマイナス700じゃなくて1000キロカロリーで頑張ろう。おにぃ、うまっさ。いただきます。できました。サラダと、白菜とキノコとネギの味噌汁と、小松菜の卵炒めですね。でご飯は、200キロカロリーになるように 120g 入れました。あと納豆ですね。はい、こちらいただいていきます。はい、今1日目歩いてます。最初からね飛ばしすぎて走ると、まあ、膝とかあとやっぱり最初からきつい運動大変だと思うんで歩いてます。1時間ぐらい歩こうかな。で300キロカロリーぐらい消費して、はい、初日はこんなもんでやっていきます。お腹空きすぎて限界を迎えたんで当たり目買っちゃいました。こんだけいっぱい入って44キロカロリーなんで、まあいいでしょう、許してください。うめえ。初日ね、朝バナナ2本とでお昼あの600キロカロリーだったんでめちゃくちゃ腹減る。初日めちゃくちゃ腹減るね。まあこれ慣れてくるんじゃないかなと思うんで頑張っていきたいと思います。本日のお昼はサラダと春キャベツのペペロンチーノです。キャベツにね一玉買っとくとね料理のレパートリーが増えるというか使い回しが効くので経済的ではないでしょうか。いただきます。はい、今日のお昼は、ご飯と味噌汁とあとチキンステーキですね。でサラダたっぷり。胸肉っていうのはあのカロリー計算がすごくしやすいらしくて、100g あたり100キロカロリーということで、ね、今回、300g 使いました。もちろんあのこのカロリー計算っていうのは皮なしですね。皮なしで 100g あたり100キロカロリーということで、600キロカロリーちょっとぐらいに抑えてます。はい、今ねダイエット3日過ぎたんですけど、ちょっとびっくりしたのが体がすごく軽くなったんですよね。運動も毎日ウォーキングですけど1時間からまあ本当にあの楽しくなって1時間半2時間ぐらいしちゃった時もあるんですけど、うん、食生活を気をつけて運動適度にするとすごい体がすっきりするっていうのが実感してあったので、ちょっと2日目はねお腹空いてすごいきつかったなっていうのはあるんですけど、まあ、今日が4日目ということで、すごく体が楽で、うん、いい感じですね。これからも続けたいと思います。ちょっと歩いてる途中ですね、どうしてもソフトクリームが食べたくなって、じゃあ糖質 50% オフのソフトクリーム、カロリーがですね120キロカロリー。うん、やっぱり普通のアイスよりかさっぱりしてる感じがしますね。バニラでもまあまあでも美味しいです。はい、赤身肉ならセーフでしょ。はい、もうすぐ2週間が経とうとしているんですけど、食事はねもうだいぶ慣れてきて、あの野菜中心に食べて、で炭水化物少しと、あとタンパク質取るっていう食事なんですけど、まあ、食欲が最初の3日4日とかはね結構あって、スルメとか食べてたんですけど、最近はね、まあ、野菜中心の2000キロカロリーの食事でも全然満足感があって、ね、いい感じでございます。2週間あれば慣れると思うので、
はい、今日はですね、外食に来ました。バーミヤン、はい、バーミヤンでね、ダイエットに向いてるカロリーオフのご飯を食べていきたいと思います。 Let's go。 キッズ麺々と、サラダですね。はい、はい、皆様、今日はですね、コンビニで、ダイエットの食品で買って食べていきたいと思います。カットサラダ、サラダチキン、スモーク、ドレッシング、はい、今回和風にしました。炭水化物も食べたいということで、はい、ミニ冷やし中華、今回デザート付きなんですよ。オイコース、ヨーグルトですね。はい、ですね、カロリー的には 100g あたり 22kcal で 140g なんで、まあ 30kcal ですね。ドレッシングがこちら1個で、59kcal。 青じそはね、もう少し低いんですけど、今回は和風にしました。サラダチキン、139kcal ですね。こちら冷やし中華、301kcal。 こちらオイコス、92kcal ですね。600ちょい、1日の摂取カロリーを2000kcal にしてるので、3食あるうちの1食に収まっています。イエーイ。はい、できました。デザート、オイコス。今回のね、だいたいどれくらいの値段か総額を言うと、まあ、885円。うん。スマホこれ 200g なので、はい、はい、というわけで、最終日なんと7キロちょい痩せました。かなりね、顔もシュッとしたんじゃないですか。あ、これちょっとあの撮影終わりでちょっとあれなんですけど、家もちょっとあれなんですけど、かなり減って、どうですかね、顔シュッとしましたかね。お腹見てください。まあ、最初のね5日間は結構大変だったんですけど、そこから慣れ始めて、もう2週間経つ頃には野菜から食べてちょっとの量でお腹いっぱいにもなったんで、全然苦もなくね、まあ楽ではなかったですけど、うん、無理せず痩せることができました。おすすめでございます。はい、ではお返しします。いやー、みんな元気？イエーイ。いやー、痩せたよー。本当だ、やっとね。やりましたね。いやもう2人のおかげやって。いやいや、絶対野田さんの努力のおかげですって。野田さん、今日は好きなもん好きなだけ食べていいんじゃないですか。ああ、チートデイね。チートデイ、ああいいよいいよ、太りたくないし。いや、チートデイっていうのは体を騙す日だよ。ロコよろしく。チートデイっていうのは停滞期を抑える効果的な方法です。ダイエットを続けると必ず体重が減らない停滞期があります。この停滞期はダイエットによって栄養がなかなか摂取できない状態を体が異常と判断して、それに備えて体を省エネモードにするんです。同じ運動をしても体重が減りにくくなる。そこでチートデイで好きなものを好きなだけ食べるんです。そのことによって体は安心し、以前の代謝に戻り、同じ運動でまた痩せられる体になるんです。なるほど、体のために食べやなあかんねんな。安心したらお腹空いてきたわ。ラーメン食ってこよ。いや、野田さん。あ、最後まで話聞いてない。俺しーらね。うめえ。野田さん、何食ってんすか。ダイエットどうしたの。チートデイ、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 ずっと明日も明後日もチートデイ、チートデイ、最高。別々撮りで結構編集も苦労しました。ぜひあのチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。